花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金田義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。早速ですけどもね、もう桜の季節、もう本当にピークですよね、春爛漫。ちょっと風が強い川崎 FM、武蔵小杉、タワープレイスからね、お届けしております。本日のゲスト、早速じゃないご紹介いたしましょう。ラクダがね、2頭ね、武蔵小杉に来ておりますけども、都会のラクダさんです。イエス、イエーイ、こんにちは、都会のラクダですね。え、はじめまして。いや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 、あの、お噂はね、金がね、あの、お聞きしておりましたけどもですね、あの、まあ、半田さんは前ね、はい、半田素直さん、ご紹介しましょう。ギターボーカル、ピアノっていうか、はい、ね、先生になってますか。あの、ちょっとこの二人のユニットに関しては、はいはいはい、そういうキャラクター設定がありまして、先生、師弟関係があるんです。先生と生徒さん、そうなんです、禁断の、禁断の、禁断の初めて、もう7年そうでしたか。あの、なんていうか、そのちょっとおしゃれなね、都会のラクダって聞くとなんかこうおしゃれな感じするじゃないですか。うん、そうですか。僕筑豊ですから田舎のラクダになりますけどね。いやいや、でもね、あの、前もね、聞かせていただきましたけど、はい、まずこの、こう YouTube も撮ってますけどもですね、あの CD、はい、都会の、これはファーストになりましょうか。ファーストです。ファーストです。はい、この中からね、あの、一曲聞きたいんですけども、はい、どの曲にいたしましょうかね。じゃあ、10曲目に入っている、はい、曲でして、はい、恋の常連。あ、合わせちゃった。イエイ。一人歩く、きっかけはあの日、あの店の隅で、本を片手にお茶を飲む、待ち合わせてる様子はないけど、恋焦がれて待っているから、固まってる記憶、きっかけはあの日盗まれたハート、君はとぼけてお茶を飲む、キラリ横顔こっちを向いてよ、恋焦がれて待っているから、素敵じゃないですか、これ。ありがとうございます。ね、改めてね、はい、あの、聞かせて、やっぱりね、なんかちょっとおしゃれな感じでね。いつ頃からになりましょうか。ちょっと今ちょっと話しましたね。そうなんですよ。結成自体は2011年の、多分、12年の最初はライブも始めてるから、11年中だと思うんで。はいはいはい。それで、その前までは、このゆかちゃんは、私があのピアノの弾き語り教室の先生をしてる時に生徒として、そうなんです。あ、そうなんだ。あの、落第生なんですけどね。はい、落第だけに、都会の落第生、落第生で、ね、2、3年かな、一応そうです、3年ぐらい続けてたんですけど、そう、ある時、あの、先生ちょっとお話がありますと、今日でやめますって。え、うん、あ、そうなんですか。で、あの、明日から私のために弾いてくださいって、ね、うん、突然しいですよね。そうそうそう、だから、まあ、営業的には失敗なんですけど、それが、まあ、きっかけっていうか、ね、そうですね。で、はい、だから、その先生と
ていう関係はね、先生とゆかというなんか禁断の師弟関係はこう崩せない形で、はいはい、それでなんかこう半年ぐらいこういろいろ模索しながら、うんうんうん、ちょうど2012年の3月の11日に、うん、ちょっとチャリティーの、うんうん、ライブイベントがあったので、はいはいはい、そこに出たのがきっかけっていうか、うん、それが最初の、それが初ライブ、はい、そうかそうか、ね、いろんな、まあ、ツアーとかやられてるみたいですけどもね、はい、そう、あ、忘れてた、ごめん、今日レギュラー陣ご紹介する桜田武さん、どうもこんにちは、松下としみさんでございます。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。松下さんと僕とはおそらく半田素直さんとはね、はい、前ご一緒しましたよね、はい、カボスでね、カボスね、はい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 、行きましたね、石井寛治さんとかね、いらしたイベントに、東京アコースティック団体っていうので、その3人組で、そういうユニットもね、パーカッションのね、彼は、そうそうそう、そうなんです、素晴らしいよね、歌の前、そう、そういうことでしたけどもね、ゆかさんとも初めてね、はい、初めまして、いや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 、まあ、怪しくてすいません、僕もね、いや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 、こちらもね、私は怪しいですよ、ということでね、はい、お話ししながらね、はい、このアルバム都会のラクダ、これタイトルが気まぐれメッセージ、あ、気まぐれメッセージ、はい、はははは、これでも半田さんがこう入るとなんかちょっとフランスっぽい感じ、あ、鉛出ちゃいました。いや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 。いや、なんかね、肌地盤、ね、フランス弁、フランス弁、フランス弁じゃない、フランス弁じゃない、ボブさん、まあこの辺の曲とか、はい、アレンジとかっていうのは、まあ全部。そうですね、アレンジはいろいろ、なんか今1曲ごとにちょっとコンセプトを持って作ってはいるんですけど、でもなんかやっぱり80年代の音楽、うん、あと日本の歌謡曲とか、はいはい、フォークソングとかも、はいはい、をすごいこう好きで来たので、はいはいはい、オリジナルでね、自分のユニットでやるんだったら、そういうなんか、はいはいはい、あの時代の雰囲気のエッセンスみたいに入れたいなとは思って、あ、この明るいキャラクターいいんじゃないかなっていうの、あ、なるほどね、初めて聞きました、あ初めて聞いた、初めて聞きました、なるほどね、それどんな音楽に影響されたんですか、半田さん、まあ、だから一緒になった時にもピアノめちゃくちゃうまいし、びっくりしちゃった、歌もね、歌すごいなとか思っちゃった、いやいやいや、どんなあれですか、影響を受けたんですか、ちょっと明るめのジャズとかがすごい好きだったんですね、はい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 、昔だとなんかよく親父が言ってたのはチャールストンっていうことを言ってたりとか、あとラグタイムとか、あ、ラグタイム、はいはいはい、その流れはやっぱりもうちっちゃい頃からちょっと好きで、うん、あ、そうでしたか、はい、それでちょっとこう中学高校ぐらいになった時にはそれがもう一歩こう、なんて高級な音楽とかをこう聞き出した時に、うん、あんまりこうジャズとかそういうピアノのクラシックとかにも行けずに、うん、ニューオーリンズとか、はいはい、そういうやっぱちょっと明るい音楽が好きだったんですね。ああ、そうですか、はい、それからブルースとかファンクとか、はい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 、日本にも聞くようにはなったんです、はいはいはい、でもやっぱ根底には日本の歌謡曲がすごくあるので、うん、中学の時にフォークギターを買って、うんうんうん、それ今日お持ちになったのが、これヤマハですよね。ヤマハです。ヤマハ僕もね、2本持ってるんですよ。あ、一番最初に買ったの1万7000円のやつで、まだあるんですけど。はいはいはい。FG です。そう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 。ヤマハいいですよね。僕も FG あります、ね。あ、そうなんだ。それ素晴らしいですよね。それじゃあもうずっとそれ使われて。そう、結局これをずっと弾いてて、ここに中途半端に。ね、シール貼っちゃったりとかして、はい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 、ねえ、まあ材質がいいっていうね、あ、この時代の材質はすごくいいみたいですね、そうですよね、うん、だからなんか前ゲストに入ったひたべんブルースやる浩司大内くんとかもヤマハのギター使ってるんですよね、いまだにね、うん、
うん、うん、素晴らしいよね。別に僕なんかヤマハの違いますが、なんかね好きだっていう人多いですよね。でも作りがちゃんとしてるんで、はいはいはい、この年年月重ねてね、はいはい、音が大きくなってきた感じはありますね、はいはいはい、なるほど、はい、ということでね、今日はその生演奏をね、早速ね、やっていただけるかなと思いましょうですが、はいはい、何をやりますか。あのパンやろ、はい、はい、アルバムの2曲目にも入ってるんですけど、はいはい、パンの気持ち、はい、パンの気持ち、恋愛の育て方と、はいはい、あのパンの作り方って似てると思いませんか。似てる絶対似てるそう、そう似てる似てる、あ、そうなんですよ、なるほどね、こね食ったり叩いたり、ね、素材の選び方、素材選びから ね、はい、ね、そうそうそういうの、うん、それじゃあ生演奏行ってみますか。パンの気持ち、はい、あの途中でワオっていうところがあるので、わかりやすいので、はい、皆さんもよく、あ、じゃあわかりました、ラジオの前の皆さんも一緒にやっていただければ、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあパンの気持ち、はい、焼くだけ、ところがそうは問屋が下ろさず、ガス抜きも忘れないように、寝かせすぎもはやさ、やり直せない、いきますよ、ワオ、こねくって叩いちゃって丸めちゃおう、どんな出来上がりにワクワクする瞬間、焼きたてが最高さ、柔らかくてコーヒーと一緒に食べて、うわあ、ありがとうございます。いやいや、あのタイミングがね、うっかりしてた、いやいや、タイミング難しいんだよね、これは。でもいや普通わかるけどちょっと今他の作業してたいや、あのね、やっぱりほら生演奏じゃないですか、はい、だからどういう風に届いてるかっていうね、うんうんうん、ことが僕一番あれなんですよね。だからあの喋る時と歌う時ってこう、はい、マイクのこうあれがあるんで、うん、それだけちょっと確認を してる間にワオが始まった、ね、ということでね、今日は都会のラクダのお二人、ね、
お見えになってますけどもですね、あの今後のライブ予定とかっていうのは、はい、結構ございましょうか。ありますね。はい、はい、あります。もう来週、はい、来週それはどこ、はい、4月の14日、はい、4月14日、はい、日曜日、はい、どちらへ。東京都のですね、はい、私の地元でもございます。はいはいはい、武蔵五日市。武蔵五日市結構山奥なんですけど、分かる方はね、はい、あきる野市です。あの JR の終点なんですけど、単線ですからね。単線です。はい、そこのですね、駅前の、キャンバスというところで。駅前のキャンバス。キャンバス。はい。はいはい。それ、まあ、7時ぐらいから。ですね、5時半オープンの6時半スタートです。早いね。日曜日なので、ちょっと早めにしてみました。はい。もう一度、武蔵。五日市駅、徒歩1分。五日市駅。はい。武蔵五日市駅。はい。徒歩1分の、はい、キャンバス。キャンバス。はい。はいはいはい。それが、4月の14日。14日ですね。はい。はい、ワンマンライブですね、はい、はい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 、ワンマンライブボリューム 24、はい、ということで、あ、それで24回、はい、あ、そうなんですか。ずっと数えてるんですよ一すごいね。ということでね、はい、今日お便りっていうかファックス、メールファックス、ちょっと松下さんの方からご紹介していただきましょうか。よろしくお願いいたします。はいはい、失礼します。こんにちは、はい、花尾吉郎音楽魂、うん、オールスタッフの皆さん、ぷかぷかの青津です。あ、青津ちゃん、ちゃんですね。ぷかぷかの青津ってなんか聞いたことあるような気がする。あるようなないような。夜な夜な、どこでしたっけ。あ、そうだ、こんにちは、金吉音楽のオールスタッフ、ぷかぷかでしょ。いつも楽しい放送、毎回昼食を食べながらもぐもぐタイムで聞いていますよ。ちょうどね、お昼ですからね。夜は夜で映像を見ながらライブをしてて、うん、1回で2度楽しめるお得意満載の、はい、いい番組ですね、はい、そして今回のゲスト、都会のラクダのお二人さん、うん、先日は東方の12周年記念ライブに。東方の12周年、はい、東方っていうのはどこですかそれは。東方っていうのはぷかぷか、ぷかぷかでしょ。ぷかぷかの青津ですって来てるんだからね、はい、ミッキーとの友情出演ありがとうございました。ありがとうございました。ミッキーさん、出演者は20組以上だったので、20組以上もいたんですね。短めのステージでしたが、うん、それでもラクダの色満載の楽しいステージでした、うん、今日のリクエスト、うん、今の季節にぴったしの春のせいでちょっとをプカ、プカの女性4人とステージで踊ったあの振り付けでお願いします、うん、振り付けがあるんですか。これ振り付けあるんですよ。ラジオでは見れないかなって思ってますけど、映像撮ってますから見れますよ。あ、なんか友達遊びに来たけど、いいですか。どうぞ入ってください。こんにちは。はいはい。金尾さんには春吉コールガールリクエストします。昼から春吉なの？もう。実は先日のうちのライブで、はいはい、私が調子に乗ってこの歌をラクダの前で歌ってしまいました。本当ですか？どんな風に伝わったかとても心配ですので、ぜひともほんまもんの春吉コールガールをラクダの前で熱唱してください。熱唱って。この間俺子供の前でコールガールの歌だからね。子供の前で歌ったのよ。しかも小学生が来てて、ね、でもおそらくね、夢見たと思うよ、ね、二度と俺のこと忘れないと思う。しかもマイク使わずに流してこうずっと子供の前まで行ったのね、うん、焼き付いちゃいましたね。6ヶ月の子供もいたし、いたいた。そこはね、すごい。としみさんには、はい、3日前我がふるさと、うん、福島は雪国、あ、雪が降ったんです、うん、雪国に逆戻りでした。そうだったんだね。雪が降ってきたなんていうのはシャレになりませんが、うん、デビュー曲のジプシーのアコースティックバージョンもいつか聴いてみたいと思っていますので、ぜひチャレンジしてみてください。ジプシーでデビューしたんだよね、松下さんはね。音源ね、はい、まだまだ寒い日もありますが、うん、間違いなく春はすぐそこに来ています、うん、はいはい、皆さんで新しい春、うん、令和という新しい春を笑顔で迎えたいと思います。令和ね、はい、令和です、はい、追伸、今年私は福島の桜を見に来ませんか。三春の滝桜は必見ですぞ、うん、三春の滝、三春の滝っていう場所があるとね、桜は必見ですぞって。あ、本当行きたいよね。夏行くからね、うん、どうですかね。夏ね、行きますね。キュウリのお祭りね、一昨日ぐらい電話あったの実は。キュウリのお祭りだ。そう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 、ね、その時によろしくお願いします。行きます、はい、何日だっけ、7月の、まあ
何日だったかな、そのうち7月 ね、行きます行きます、もう1通いいですか、花尾さん、松下さん、こんにちは。ほうほう、毎度松戸のまっちゃんです。松戸のまっちゃん、そこにいるじゃん。そこにいるのに、だって松戸のまっちゃんがそこにいるのに、ね、昨日の菊田俊介率いるブルースカンパニー、あ、ブルースカンパニー、ね、楽しませていただきました。3月4月と出会いと別れの季節に新しい出会いを楽しんでいます。いつも笑顔の花尾さんに日の当たる坂道をリクエストします、はあ、できる範囲で OK です。あのね、来週します。いや、あのね、あの、まだね、ミキ君のね、リクエストとかもあるんで、うん、それは来週金玉だから、その時に、しましょう。で、まあ、時間があったらゲストのね、方がいらっしゃる時は、まあ、ゲストの方中心ということで、まあ、時間がありましたら僕も。金ちゃん、ありがとうございます。金ちゃん、本当にありがとうございます。ありがとうございます、金ちゃん。ほらね。ソソさん、娘だよ。ソソさんから来られて、金ちゃんから来るの初めてじゃない。あ、そうなんですか。そうなんですよ。もうソソ姉さんがもうデシャバルデシャバル、もう最高最高です、さすがです。妖精ソソ、妖精ソソ、ソソです。いやでもね、やっぱりなんとか僕もお付き合いがね長くて、はい、やっぱりなんかこうふるさとに帰ってきたようなね、僕も九州なんですけども、まあそこに行くとね、そういう気持ちがしますよね。なんか、なんかどうですか、癒されますよね。いや、もうあそこは必ずツアーは最終日にしようっていう、うん、もう次の日ない、ね、みんななんかあそこ、うん、俺そあそこ泊まったりするんですか。あ、もう泊まります、いつも。ね、あのベッドで寝てんだ。みんな、じゃあみんな同じ。いや、俺、吉田ゆり子ちゃんから、金尾さんあそこに寝てんのとか言われてさ。どう前寝てんだろう。あ、そう、そうですか。まあ、ね、楽しいですよね。音楽好きな方がね、たくさんいらっしゃるし、本当ですよね。ね、そういう憩いの場になってるというか。だから僕行くときはね、まあ、地元の方と一緒にやるんですよ。はい、それでなんか割と皆さん覚えてくれてたりとか、加納吉郎デイみたいなのがあるんですよね、まあ、デイとかみんな僕の歌歌ってて、それで僕が途中から入るんだけども、被るからその歌やめてくださいって言われて、本人が登場っていうね。いや、もう言われるんですよね。だからまあ嬉しいですよね。面白い場所、はい、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、あ、生演奏じゃあどうします、なんかやりますか。何やりましょう、何やりましょうか。じゃあ今今日ピアニカ持ってきたから、じゃあ金ちゃんもね今言ってくださったけど、はい、あ、振り付け、振り付けがあるんです実は、ね、それの本当にどうするの。ここラジオ見えないですよね。うん、見えない、でも動画撮ってるから。本当ですか。ちょ、いいですか、うん、どこで振り付け、サビの部分で、うん、春のせいでちょっとっていう歌なんですけど、はいはい、ちょっとやってみましょうか、うん、はい、はぁ、ワン、春のせいでちょっと熱が上がっただけ、春のせいでちょっと気持ちホコホコするだけ、声が聞きたいだけ、春のせいでちょっと夢が見たいだけ、胸が痛いだけという。おじさんできない。おじさん覚えらんない、それ。あの、じゃあ、カジのここのところだけ、うんうん、ちょっとだけ。ちょっと。ね、ちょっと。これはできんよ、俺、お前。なめんじゃねえよ、思考の男、お前。あ、すいません。やらせる、ね、いいよね、まあ、ちょっとね、いや、ちょっと銀ちゃんがどうしてもっていうことですからね。銀ちゃんのあれでっていうことで、やりましょうか。はい、やってもらいます。いきますか、はい、春のせいでちょっ と, ょっと、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。今何して
まりの少し前、気にしてたんだ、いつからかずっと空に舞う花びらのショートヘアに打ちのめされたまま、春のせいでちょっと熱が上がっただけ、春のせいでちょっと気持ちホコホコするだけ、春のせいでちょっと声が聞きたいだけ、春のせいでちょっと夢が見たいだけ、胸が痛いだけ。おかしいな、なんだろうな、胸がドキドキするだけ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 、春のせいでちょっと熱が上がっただけ、春のせいでちょっと気持ちホコホコするだけ、春のせいでちょっと聞きたいだけ、春のせいでちょっと夢が見たいだけ、胸が痛いだけ、夏はどうなるの。イエーイ、振り付けしたのは初めてですね。生放送11年になりますが、これ私たち、これ無事にこの後帰れるんでしょうか。帰れますかね。本当ですよ。こんなことやらせちゃって。いや、あの楽しいございますね。あの桜さんどうですか、この振り付け。いや、とても楽しいですね。こっち側に座ることなかなかないんで、ないでしょ。とても楽しいです。普段ブルースとかね、あの渋くやってるの、振り付けはどうですか。振り付けはないですね。まだこういうのなんか入れますか。このこれがちょっとのこれね。ちょっとがね、このこれはっとこれためらうよな。あ、そうそうそう。もうやったことないよ、俺。幼稚園ぐらいでこれよかった。幼稚園。やっぱね、ちょっと。やっぱりちょっと練習した方がいいかもね、俺。そうです、うん、ちょっとトレーニングしながらちょっとこうやろうかな。そういうね、ということでね、本日さて都会のラクダさんですけどもですね、まあ先ほどライブスケジュールいろいろ聞きましたけども、はい、あの今回はもうツアーが終わっ、はい、3月にちょっと、ね、どちらの方に行かれる。新潟と福島宮城。あ、そうですか、はい。あのまあ、半田さんもいろんなバージョンで、まあ、ユニットっていうかね、はい、そういうのをやられてるんですけども、この2人っていうのは今後割と長いツアーとかもあるんですか。まあ、ちょこちょこというツアーがいっぱいあればいいなっていう感じでちょっと、あの彼女すごい不思議な、うん、あ、まあ、見ての通り不思議なんですけど、あの月曜から金曜日まではあの英語じゃない日本語の先生をやってるんですよ。あのこんなね日本語が下手くそなんですけど。外国人に教える日本語の教師というのを一応やっておりまして、そうなんですか。日本語がねもっとつたない日本語なんですけど、まあ、身振り手振り、まあ、ジェスチャーで、飛行機なんて着陸とかね、まあ、これどうにか生かしてこれをどうにか生かしたいなっていうのが僕のまあ気持ちで、あ、まあ、よく言えば二刀流よく言えばね、よく言えばなんですけど、なので、まあ、ちょっと週末を中心にしたこう3日4日ぐらいのツアーを何回も行ければいいなっていう感じではありますね。あ、だから今日とかあれなんじゃないですか。じゃあ学校があったんですか。そうなんです、あの一応学校なんで春休み夏休み冬休みって長期の休みが
あるので、その時によくツアーに。ああ、そうですか。はい。じゃあ、また、ほら、ね、お休みの時だったらね、うん、またちょっと来てくださいよ。はい。はい、ちょっとちょっとありがとうございます。覚えやすいですよね。ね取り入れていただいて。ということでね、松下さんの方から、はい、ファックスいただきましょうか。いや松下さん出てこない、出番がないもんだって。いやいや大丈夫なんですけど。いやいや皆さんこんにちは、はいはい、ようやく三寒四温も収まりそうな博多です。博多の方ですね。ミキさんですね。博多のミキさん、はい。先週の金玉も楽しみました、うんうん、ついにホールミータイドを聞けましたね。ホールミータイドね、はいはい、タイトね、はい、さて今週は初登場の都会のラクダのお二人ですね、はい、ようこそ初めまして。初めまして。博多までもうね広がってますから、嬉しい。 YouTube をかなり拝見し拝聴しました。本当ですか。そうなんですよ、はい、本当に音楽好きだね。そうですね、ちょっと変な印象の動画ばっかり。やばい、うん、印象一言で言うと、うん、とにかく歌うことが大好きなゆかさんと、うんうん、そのゆかさんが歌ってるのが大好きな半田さんといった感じですね。完璧、いいお言葉で完璧、うん、本当に多岐にわたるジャンルの曲をそれぞれにんまりするようなアレンジされてるのが素敵ですね。うん、例えばチャールストン風な恋の常連、うん、トーキンラブドーレーベルの頃のジャイルス・ピーターソンが、食いつきそうなおしゃれなアシッドジャズ風な、ピアニーカ、ピアニーカ、はい、うんうん、とかボッサの、リズムが素敵な新婚さんのハッピーな歌に感じる、うん、テレパシー。個人的には、レゲエの皿回しもしていたオリラは歌とラップ風を組み合わせたジングジェイスタイルレゲエみたいな夕焼け、うん、夕焼けが気に入りました。嬉しい、嬉しい。あっという間の1時間でしょうが楽しんでくださいね、うん、はいはいはい、リクエスト今日はありません、うん、とにかくお好きな歌を楽しんでくだされば、うん、こちらに伝わりますので、カナオさん、うん、ついに誠さんが九州に来られるみたいで、うん、ほうほうほう、お会いするのが楽しみです、ね、もちろんその前にはカナオさんのライブで、シャーシカキさんでステージから言われるくらい楽しみます、うん、はい、僕もね博多に九州ツアー行きます。今度4月のね、どうもありがとう、ありがとう、行きますね。ちょっと話が出た時でこれ宣伝させてもらおうか。4月のですね20日、これ西の海、これ長崎ですね、西の海音楽祭というところですね、これ野外音楽堂ですね、四本堂公園野外音楽堂って、これ17時から19時までもうすごいいろんな方がね30組ぐらい出ますね。 2days、で4月20日だけ僕お邪魔します。で4月21日 BB ケンちゃん、これ博多ね、昔の博多の友達のライブハウスで、まあ古い友達仲間たちとやります。であと4月23日ストロベリーサワーという、これ黒崎ですね、そこもね楽しみにしております。あともう生まれ故郷ザバーというね、これ能型、僕が生まれた町ですね、そこで4月24日やります。どうぞ、お越しいただきたいと思います。九州も楽しみにしております。今来ましたね、今来ましたか、はい、こんにちは、はい、聞いてますよ。カナオさん、としみさん、桜田さん、キキさん、うん、そして都会のラクダさん、大阪のラクダの聖子です。大阪のラクダの聖子、大阪のラクダの聖子、先生と生徒の伸び伸び、伸び伸びソング、ワクワクしてスキップしそうですね。たくさんの歌をお願いします。桜満開の FM 川崎ですね。わ、ありがとうございます、ありがとうございます。こうやってやると生放送って面白いでしょ。いや本当に面白い、すごい。今聞いてますっていうメールがね、反響があるんですよ。嬉しいです。これ海外の方も聞いてますからね。あ、なんか書き込みが、ね、ありましたね。そうそう、本当にね、やっぱちょっと長くね、うん、やってたら、うんうん、だんだん聞いていただけるようになるんですよね、うん、最初俺めちゃくちゃ言われたからね、あ、大きな声聞かなきゃ。いや本当にいろんなことを言われましたけど、でもね、やっぱ続けることがね、うんうんうん、大事なことだと思いますけども、ね、もう11年ですね、ですね、すごい、すごい、毎週だから僕も毎週旅行っても、ロンドン行った時も、うん、あれですよね、このラジオを聞いてロンドンにご招待されたんですよ、うん、聞いた人がロンドンの、それで、終わっラジオ放送終わった日にロンドンに向かって、まあ、何日間かライブやって前の日に帰ってきたんですよね、うん、だからどうしても生放送ですから、その取りだめとかできないんで、うんうんうん、
あの絶対どっかで帰ってこなきゃいけないっていうね。1週間は1週間開けられないってことか。そうか、そうなんですよね。そういう感じでですね、今日は、都会の楽さん、今2曲しかなやってないけど、なんか、はい、やりますか。ミキさんよく聴いてるね、博多の。すごい。びっくりしたでしょ。びっくりしました。すごい。博多や。いや、本当に。ね。あの、夕焼けとかもね。ね、夕焼け。あ、夕焼け。かけて。流してもらう。夕焼けの CD っていうのは、これな、はい、3曲目で今、ミキさんも言っていただいた曲なんですけど。それ、ちょっと CD かかりますか。じゃあ、はい、聞いていただきましょうか。夕焼け。はい、夕焼け。40年ぐらい前に僕シングルはレガエだったの。へえ、そうなんですか。そう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 、まだあの CD がない頃ね、はいはいはい、アナログのレコードで、そうそうそう、その時はね言われたもん。その時あのもうお亡くなりになったけど、福田一郎さんという評論家がいて、はい、この子レガエは日本じゃ売れないからねって見事に売れなかったこういうラップとか入ってね、新しい感じになってると素晴らしいよね、はい、それでまたほら世界がこう優しい感じのね、うんうんうん、ね、こういう目があってね、うんうん、そういう歌詞だしね、うん、ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですね。まあ赤田の美希さんも喜んでくれてると思います。ありがとうございます。本当にということで、俺ここで歌うっていうのはちょっとあれだな、ハリヤシさんちょっと辛いな。キンちゃんのリクエストだから。金ちゃん、初めてメールくれた金ちゃん。金ちゃんの、はい、いつも聞きたいです。俺、じゃあちょっとどうかなんか、はい、一緒にやりますか。やりましょうか。金、あの、はい、初めてね、じゃあ須賀川の、あの桜田さんもちょっと参加していただいてですね、はいはい、あの須賀川の金一さんのリクエスト、春吉ここで楽しい レガエやってんのにさ、打ち壊すかもしれないけど何か。この間、ね、子供さんの前でこの歌ったりなんかしたんだけど、俺ピックがどっか行ったかな。ピックなくてもいいけど。さあ、ですね、あ、じゃあ一応ギター持って、ちょっとギター持つだけ持ちます、私。あ、そうですか、はい、持つだけ形だけ、持つだけ持ち語り、はい。ということでね、先ほど、
須賀川の、青津さんのリクエストがありましたけど、春吉の女の歌を歌いましょうかね、じゃあ私はピアニカで参加したいと思います。ピアニカいいですねこれね、ピックとか持ってない？ん？貸して。ピック持ってこなかったかな。はい、まあいい、ありがとうありがとう。じゃあ行きましょうかね。あたしゃ博多春吉の夜の女さ。声かけちゃねえ遊んでいかない、そもそも私がこんな女になったのは、愛した男が旅に出てもう帰っちゃ来なかった、夜の女さ、街行く男に声かけちゃねえ遊んでいかない、語ってもいない持ってるだけ持ち語りっていうのはいいね、なんか持ち語りね、新しいジャンルが、もういきなりね、半田さんがね、ピアニカ、素敵だった、やっぱりちょっとヨーロッパに行った感じですね、ちょっとヨーロッパにね、
なりましょうね。これ筑豊って感じじゃない。筑豊はヨーロッパにね変わりましたけども、本当にありがとうございました。ありがとうございます。いや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 、本当にね、まあ、1時間の間にこういうね、今日初めてね、お二人、はい、お二人のユニットはもう今日初めてですけどもね、お会いしましたけども、こんなに打ち解けとかね、昔から知ってたのかもしれないね、そんな感じ面白いなあんたね。いや失礼しました。ゲストに対して面白いね。いやいや本当にもうどんそんなよく言われるんですよ ねちょっと頭おかしいというか、明るいっていうかね。僕は辛いこと忘れそうだもん。いやあなたこう顔見てたらね。ね、うん、本当にどうしたもんかね。どうですか今日は桜田さん。今日とっても楽しいですね。ね、桜田さん大丈夫ですか。ま、聞いてないですか。大丈夫です。バッチリ楽しんでます。大丈夫です。いや今日はね、まあ来週またね、はい、金玉でバッチリ、はい、あなた司君の時、明日ライブ、ね、うん、明日野毛のスモーキーさんで、はいはい、司さんと桜田、ライブ8時からライブやります。そうですね、はい、ブルースアープの、鈴木司君と2人っていうことでね、はい、ということで僕もね、マジカーライブあるんですよ。7月の、4月9日、ごめんなさい、4月9日。これはね、エレックレコードの時代の方で吉田よしこさん、あと生田圭太郎さんで金尾芳郎ということでね、まあギターサポートの方もいらっしゃいますし、ブルースアープの司くんもね、駆けつけてくれます。そう、場所がね、横浜パラダイスカフェ、初めてですけどもね、これ滝友原さんのねお店 で、はい、でね、僕はもう滝さんのお名前はねもちろん知ってたんですけども、同じ九州ということでですね、今回まあ初めてねお会いして、出させていただきますけどもですね、ぜひね、お越しいただきたいと思います。生田圭太郎さん、僕もね尊敬する方でね、吉田よしこさんはまあ同じ年ぐらいのね、感じで、やらせていただきます。ぜひね、ご覧いただきたいと思います。ということでね、今日はね、都会のラクダのお二人ですけども、なんか生演奏まだできますけど、はい、あれだったらなんか歌えますか。やっちゃいますか。いいんですか。こんなにやっちゃって大丈夫ですか。全然いいですよ。僕ちょっと先最後にね、時間調整で歌おうかと思って先歌っちゃいましたけど、はい、僕はほらちょっと暗かったからなんか明るい感じの歌盛り上げていただいて、さっきじゃあラップやりますか。じゃあさっきちょっと CD でも、はい、一番最初か、はい、にかけていただいた曲なんですが、はいはいはい、恋の常連っていうの、はい、これは振り付けないので安心してこれちょっとやんないので安心して聞いていただければちょっとね恋の常連ということでね、常連というね歌ですけどね、まあ、お店の常連さんと恋の常連さんをかけたような、はい、ああねそのまんま、ね、そうちょっと言いたいだけだったんですけど、すみません、日本語の先生すみません、すみません、漢字がねちょっとね、常連違うのか、じゃあ行きましょうか。もう喋れない、どう話していいかわからない、はい、すみません、はいはい、いや、まあね、行きましょうか。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ恋の常連、じゃあ聞いてください、恋の常連、イエイ。Let's go.
を立てて咳払い一つきっかけはあの日行き詰まる時間流るジャズナンバー突き進むチュッチュル馬鹿げた話を聞いてよ恋焦がれて待っているからほらあなたも常連にいいですね恋の常連そのバーっていうのは何あのこれ投げキスなんですけど投げキスなかなか音がね鳴らない下打ち下打ちが覗き込んで見てたけどね今日はね本当に楽しい都会のラクダのお二人でしたけどもですねありがとうございました本当にありがとうございましたありがとうございましたまたよかったら遊びに来てくださいよろしくお願いします、ね、いやいやいや、ということでね楽しい時間あっという間ですねなんかね、はい、過ぎ去りましたけどもですね、松下さんいかがでしょうかもう本当楽しかったですはいはいねもうゆかさんすごい可愛いいやいやかわいくてなんか ね明るくてすごい、ね、明るいよねそういう、ね、なんかね久しぶりになんかそういうこう若いあなたずっとニヤニヤしてないニコ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 っててくださいいやもうずっと体が顔がこう笑ってるっていう人はね初めて見た結構ライブで、はい、あのバラードの曲とかもあるわけですよねで僕が歌ってる時とかに、はい、真面目にしてなきゃいけないのが大変なんですよ口を閉じるのがなんかもうすごいねこんな不自然な感じになっちゃうだからその笑顔がねいいっていう人はね、なんかね最近珍しいんですよ本当ですかなんかみんなほら無遊病者のように、はい、あのスマホ見ながら歩いてるじゃん駅とかでもそれはちょっと思いますねなんかさ、はい、そんなこう顔も固まったような人間ばっかりになってきてさ最近だから俺久しぶりにこの笑顔のね素敵な女性と会いましたありがとうございました来週はですね、はい金玉ということで、よろしくお願いいたします、あっという間の1時間でした、お相手は、はい、桜田武史でした、はい、松下俊美でした、はい、動画の菊さんもいつもありがとうございます松ちゃんもどうもねありがとうございました、また来週お会いいたしましょうお相手は金田城でございました See you next time福知の山